さ、ショーコレでございます。どやさー、どやさー、どやさーと、本日は仕事が夕方には終わりましたので、ちょっとお買い物、何が欲しいって、グリーンバッグが欲しいんです。で、アマゾンとかでも売ってるんですよ、土台付きとかでね。なんですけど、その高い、あの発泡スチロールにグリーンの色がついて、長方形ぐらいの大きさのものとかがね、非常に安価な価格で売ってるんですよ。なんで最悪それでいいかな、それを壁に貼り付けちゃえばもうグリーンバッグの完成となるわけです。あとはホームセンターだと生地が量り売りしてるじゃないですか。そこでなんか緑とかないかなって思っております。わーわーわー、 LED でなんかすごい歌っている。127円、レギュラー安いの高いの、洗車、あ、すごい広い、はい、はい、右に曲がります。右に曲がりました。まもなく左折いたします。お気をつけください。自転車走行中です。お気をつけください。はい、どうぞ、行ってらっしゃい。さあ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 、おっと、バーガー、開放中。バーを越え、駐車場へ駐車します。駐車します。なんか資材コーナーがすごい広い、売ってそう、いっぱい。イエス、着きました。イエス、ちょっと見てきます。見えるかな。あった、安かった。1枚800円ぐらいで、これサイズなんだろう、 A1 ぐらいあるんかね、もっとか、わかんないけど、とりあえずあったからもう満足、帰る。暗いね、もう5時過ぎて暗いです。ライトつけなければ。右よし、左よし、上よし。たださ、これをね、買ったはいいんですけど、パネル、これパネルです、布ではなくてパネルなんですけど、これをさ、壁に貼り付けてしまうと、もう僕の動画が全部グリーンバックになっちゃうので、ちょっと考えもんですよね。どうしたもんだ、ちょっと試行錯誤しながらちょっとどうにかしたいと思います。どうしようかな、本当に。一応この子を壁に貼り付ける両面テープも買ったんですけど、それ貼っちゃうとダメだよね、絵代わりしない、逆に絵代わりしない、気持ち悪くなっちゃうね。微妙だな、買う前にもっと考えればよかったな。とりあえずこれ3枚あるんですよ。いつかの動画でもし何かあからさまな雑な合成があったら、あ、グリーンバック使ってるんだって思ってください。ご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。